はい、こんにちは。佐々木です。そろそろ受験勉強を始めなきゃなと 思ってる人もいると思うんですけど、ね、じゃあ、まあ明日から始めようかと。ね、で、まあ明日になりましたと。ね、で、まあそろそろね、始めなきゃなと。ね、まあ、今日はちょっとやる気しないから、また明日から始めようと。で、また明日になりましたと。なんて繰り返しちゃう人ね、特によく聞いてください。まあ、勉強に限ったことではないんですけども、ね、頭ではやらなきゃいけないってことは分かってても、実際にはね、なかなか行動できないっていう、ね、そういうことってまあいっぱいありますよね。で、こういう時は、ベイビーステップ、これを使ってください。で、まあ、わかりますよ、ベイビーって。ベイビー赤ちゃんですよね。で、ステップっていうのは、まあ、歩みみたいな感じですよね。歩みとか一歩とかね。だから赤ちゃんの歩み、ね、まあ、赤ちゃんの歩みぐらいちっちゃくちっちゃく、ね、始めましょうと。ね、最初からなんかがっつりやろうとしないで、ね、やりましょうってことです。ね、まあまあ言ってることは別に簡単なことなんですけど、最初の一歩をね、まあ本当これくらいなら、まあ絶対できるぞと。いうぐらいちっちゃくちっちゃくするんですね。で、例えば受験勉強で言えば、まあ、30分ぐらいだったらまあできるかなと。というのであれば、まずはまあ30分でいいから始めるんです。ね、で、それが毎日続くようであれば、まあ、10分、20分とまあ少しずつ増やしていくんですね。で、30分でもハードルがまあ、ね、高く感じるんであれば、そういう人はね、5分でもいいですよ。ね、まあ、そこら辺は自分で調整してください。で、いくら何でもね、まあ、そのぐらいなら毎日できるぞと。いうところまで、まあ、行動の目標を、ね、低い位置に設定するわけです。で、まあ、こういうふうに言うと、まあ、そんな少しずつで間に合うの？大丈夫？と、まあ、不安になる人もいるかもしれませんが、ただですね、まあ、長時間バッチリやろうと、ね、逆に決めたとするじゃないですか。で、思っただけで、でも実際はやらないわけですよね。そういう人はね。じゃあ結局、やらないわけですから、どっちの方がいいかっていうことですよね。ちょっとずつでも始めた方がいいですよね。で、やっぱり長い受験生活、こう、肝心なのは、まずは始めることです。ね。で、次に続けること。それが大事なわけですね。まず始めないと話にならないわけですよね。だから、まあ、新しいことを始めるときは、最初の一歩が一番エネルギーが必要だっていうことをね、覚えておいてください。ね。エネルギーが必要だってことは、だから、なんか、と思ってね、やだなーって気持ちが働いちゃうんですよね。大変だなーっていうふうに。だからまず、ね、こうベイビーステップにすれば、このぐらいだとできそうだぞと、ね。で、実際にやれたぞと。そうするとこう自信にもつながりますから、ね。やろうと思ってやれないっていうのが続いちゃうと、自信どんどん喪失しちゃうんですよね。こういう経験ある人いっぱいいると思いますけど、まあ私自身もあります。はい、だからまず最初は5分だけ、ね。もう5分もちょっと辛いと思うのであれば、まず最初は机をにね、座ると、ね、席に着くというだけでもいいですよ。そこから勉強始めなくても、ね。まず自分ができるところからやってください。でも実際、机ついちゃったりとか、あと5分ぐらい始めちゃったりすると、まあ、そのまま意外と続けてやっちゃったりするんで、それはそれでいいですよね。だからまあ、ともかくですね、ちょっとずつを毎日、もうよく言われることですけど、ね、ちょっとずつ毎日やって、だん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 増やしていくと。これをベイビーステップという言葉で今回は、例えたわけですね。で、ちなみにこのベイビーステップってありますよね、漫画で。テニスの漫画で。で、あれも、まあ、私も結構読んでて好きなんですけど、まあ、あれも主人公のね、A ちゃんっていう人が結構地味な努力をね、こうノートにいろいろ書いたりとかして、続けていくことでこうだんだん、強くなっていくという。まあ、で、主人公の A ちゃん自身がすごい勉強のできる人なんで、そういう意味でもちょっとまあ読んでみてほしいなと思うんですけど、で、実はこのベイビーステップっていうのはこの続きがあって、ベイビーステップス、こうなんですね、トゥジャイアントストライズ。ジャイアンっていうのはジャイアンじゃないですよ。ね、ジャイアントですよね。大きなとこですよね。大きな。まあ、これも一歩なんですよね。大きな一歩、ストライズは。大股で歩く一歩みたいな。要は、ね、
ベイビーステップス・トゥ・ジャイアント・ストライズというのは、まあ、小さな一歩が、まあ、やがては大きな一歩につながるよと、まあ、日本風に言ったら、まあ、塵も積もれば山となるみたいな感じなんですけども、まあ、これが大事だということなんで、今日はベイビーステップというお話を始めるじゃないや、ベイビーステップというお話をしました。ね。まあ、ぜひ一度お試しを。